あ、ようやく起きた。いつまで寝てんのよ。その、ようかだけど。まったく、朝から元気ね。もしかして、毎朝それやってるの？言うと思った。とりあえず、下に降りてくればわかるわよ。てか、休みの日はいつもこんな時間まで寝てるわけ？ま、それもそうね。転校初日の挨拶があれじゃ、そりゃ気苦労も絶えないわ。にしても天井低くない？ほら、私だって頭ギリギリよ。よくこれで寝起きできるわね。あんた、引っ越してきてそんな経ってないわよね。でも、ま、秘密基地感があるっていうのはちょっとわかるけどさ。ほら、覚えてる？ちっちゃい頃かくれんぼした時って、あんたってだいたいトンネルがある遊具に隠れてたじゃない？昔からちょっと狭いとこが好きだったわよね。ま、私も嫌いじゃないけどさ。メイク？何言ってるのよ、生まれつきこうなんだけど。どうしてそんなわけないって言い切れるの？何か証拠でもあるわけ？一人で納得してるのよ。冗談に決まってるでしょ。そんなの当たり前でしょ。誰かとすれ違うかもしれないし、女子はそういうわけにいかないの。何一人でテンパってんのよ。サンキュ。あんたが嘘下手なのは知ってるし、一応褒め言葉として受け取っておく。さて、あんたの部屋も満喫したし、私は先下降りてるから。
やっと起きてきたわね。もうお昼よ。どう？ヨカちゃんにしてもらったの。母さんもまだまだイケてるでしょ。あとはアイロンで髪を軽く巻いてカラコンを入れれば完璧です。でもカラコンって入れたことないから少し怖いのよね。普通のコンタクトを入れるのと変わらないですよ。もちろん慣れっていうのはありますけど。あら、そうなの？実はあの黒目が大きくなるカラコン気になってたのよね。ヨカちゃんもつけたりするの？私は普通のコンタクトだけです。いっぱいつけてみたんですけど、どうにも合わなくて。ヨカちゃんはもともと黒目が大きいからね。羨ましいわ。ありがとうございます。もしよかったら他にもメイクのことを教えてくれる？はい、私でよければ。これよこれ。うちのお父さんからのお土産。先週出張行ってて、久住家にもって買ってきたのよ。しばらく待ってたんだけど、あんた全然降りてこないから、ヨカちゃんにお願いしたのよ。そういうこと。それじゃ、私は用事済んだし、そろそろ。あら、もう帰っちゃうの？せっかく来たんだし、お昼食べていかない？一人増えたくらいで手間は変わらないし。いいんですか？それじゃ、お言葉に甘えさせていただきます。あー、でも、座ってるだけじゃ悪いので、私も何かお手伝いしますよ。助かる。ほら、あんたたちも、ヨーカちゃんを少しは見習いなさい。お前に言ってるんだろ。あんたたち二人に言ってるの。は？できるに決まってるでしょ。それにこれはジェルネイルで、ネイルチップみたいに取れたりしないわよ。絶対分かってないでしょ。だと思った。ま、知ったかぶりするよりは全然いいけどさ。なーにニヤニヤしてるのよ。久しぶりにヨーカちゃんが遊びに来てテンション上がってるのよ。わかる、わかるぞ。俺も出張から帰って久しぶりに母さんに会えると。ちょっとは聞いてくれない？とりあえずさっきのネイルの説明ね。簡単に言うと、ジェルネイルは自分の爪に塗っていくタイプで、ネイルチップはあらかじめできている付け爪をネイル専用の接着剤とかで装着するタイプのこと。んで、私のネイルはジェルネイルだから料理しても大丈夫ってこと。わかった？あんたね、
今、なんて言ったの？つまりそれで私は料理もできない女子力ゼロの紐女だって言いたいわけね。いいわよ、そこまで言うなら作ってあげようじゃない。あんたが思わず土下座するほど美味しい料理を。おばさん、今日のお昼私が全部作るんで任せてもらっていいですか？それはもちろん。その代わり、美味しかったらちゃんと謝りなさいよ。楽しみね。できたわよ。